北朝鮮の朝鮮労働党の機関紙は、昨日新型誘導弾の発射実験が行われたと報じました。昨日発射された弾道ミサイルのことを指しているとみられます。今日付の労働新聞は2面で画像を公開し、国防科学院が昨日新たに開発した新型戦術誘導弾を試射し、海上600キロの目標を正確に打撃したと報じました。 この新兵器は改良型の固体燃料式で低い高度での変速飛行特性があり、着弾前に複雑な動きで迎撃を避けるプルアップ軌道が可能だとしています。一方、一面では金正恩総書記が新しい住宅建設計画などの視察をする様子を伝えていて、金総書記は発射実験に立ち会わなかったとみられます。